校長は学校などの教育機関、教育施設に置かれる最上位の職員。学校長ということもあるが、学校教育法ではこの表現は用いられず、正式な名称ではない。校長は公務を司り、教員、事務職員、技術職員などの所属職員を監督する。大学においては他の学校種における校長に相当する職位を法制度上学長と呼ぶ。 学長は、その由来や職務のあり方によって、総長、塾長、学長などの独自名で呼ばれることがある。なお、私立大学の場合、総長が学長とは異なる職を指す場合もある。幼稚園では同様の職位を法制度上、園長と呼ぶ。また、教育機関からは、外れるが、保育園でも同様に、園長、所長の呼び方が使われている。東京都では、 特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として統括校長が制度化されている。校長を教員の一種とする考え方もあるが必ずしも教員免許上は必要としない。法制度上通常は別の概念であるとされる。校長の職務には在学者に対して直接教育を行うことは含まれず、教育を行う場合には校長の職とともに 教員の職を兼ねる形となるのが通例である。ただし幼稚園の園長に関しては、教員としてカウントする自治体が多く、実際、小学校併設幼稚園以外の幼稚園の専任園長は、他の教員と同様に現場教育に関わりながら管理職も兼ねるケースも多い。校長経験者に対しては、その没後に遺憾あるいは勲章を授与されるケースが多い。 例えば、公立学校校長の場合には本人及び、遺族からの事態の申し出があった場合、本人、または所属校における重大な不祥事を起こした場合を除き、正5位から16位程度の異会を授与されている。学校教育法第11条及び、学校教育法施行規則第26条に基づいて、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学生、 生徒、児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。懲戒のうち、退学、定学、訓告の処分は、それらの処分の重要性に鑑みて、各教員ではなく校長が行うことになっている。文部科学省所管の学校等備校校長は、改正教育職員免許法に基づく、教員免許更新制の対象外とされ、 教頭や主管教諭と同様に免許更新講習を受ける必要は基本的にない。文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設無人加工学習塾等。無人加工はそもそも教育機関そのものについて法令に規定がなされていないため、当然に無人加工の校長となるために必要な資格についても規定がない。一般的に内部の教職員や 外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。イギリスでは役職に伴うプレッシャーから校長を避ける状況にあり、1000以上の学校で校長が不在だという。一方、中国では希望者が殺到する人気のある職業となっている。要因として校長の権力が強く汚職がしやすいという事情が指摘されている。ありがとうございます。